いにごろくそ言われるケイチョン、最後面白いことが待っているよ。こういうこともするんだな、ケイチョンちゃん。そうよ。届いたから、ね、わざわざ。まだなんか余計なことしに来たのか。クフちゃんねってあったら、それはね、ちゃんとお届けしないといけませんよ。めっちゃ食ってるよ。ちょっとクフちゃん、何にも食べさせてもらってないんだね。クフちゃん。ねえ、クフちゃん。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 これ食べた。クフちゃんもっとちょうだい。はい、ケイチョンこれ、はい、どうぞ。ケイチョンはお腹空いていたのだ。お菓子持ってる。お客さん用だよ。なんでこれ客だろ。お前よ、客じゃねえよお前。食べてみた。どうだじゃねえよ。最初に食べてみた。かわいい。なんなんだお前。お前なんかおれたまには。お前これからおれ俺に。俺仕事もう終わったからおれ。お前たまにおごれよお前。俺も終わったな。終わった？うん。おごれよお前。散々お世話になってこの野郎。出してんだろこうやって犬飼様で。犬飼様で満足してんじゃねえよバカ野郎お前。何も犬飼様。何もおれバカお前。偉そうなんだから大体。お前だよ帰れ。お前この野郎誰の家来て帰れって言ってんだこの野郎お前。あっち行け。お前感覚掴んできたな。やった。なんだよやっと感覚、なんだ感覚つかんできたって遅いな感覚つかみやがって。もう帰れよ、もういいだろ、犬の餌持ってきました変だろこれ、つまんねえな。つまんねえな、これお前考えたんだろこれ。だってこれもう取ることねえから、まあこういう新築行ったっていうから行きながら犬の餌プレゼントみたいな、しょうもない企画立ってた。何が悪いんだよお前だろこれ、しょうもない企画立ってたんだろこれ。何が面白いんだよお前これ。犬の餌をマッコイのクグちゃんに持っていきまし持っていったらブチ切れられたみたいなサムネだろお前。サムネは俺関与してないわお前。しょうもねお前さ。バカかほんとね。クグちゃんほらお前なんだこれ、クグにお前米粉の餌を持ってきても。ここでケイチョンやらかす。クグちゃんにあげちゃいけないものをあげてしまいそうになったケイチョン。お前何を言ってんだお前。何かこっちの方が美味しい。ダメだよお前。何やってんだよ、ケーキあげてんだ、チーズ。ね、美味しいもん。チーズ。キーチョンチャンネルも登録よろしくお願いします。